皆さんどうもこんにちは、マカロニオです。今回は2023年版三井ホーム徹底解説&攻略法というテーマでお話をしていこうと思います。今までも私は三井ホームやその他のハウスメーカーの解説動画を出してきたんですが、去年2022年10月から住宅業界は過渡期になりました。これがどういうことなのかというと、建物には断熱等級と呼ばれるものがあるんですが、それが今まで最高等級4だったんです。しかし去年2022年10月から断熱等級の最高等級が7に引き上げになったんですよね。このことをイメージしやすいように簡単にお伝えをすると、本州でも北海道で建てるような家を建てましょうということです。要はそれだけ断熱材を分厚く入れて、家に空いている隙間を埋め、気密性を担保することで室内の温度を快適な状態でずっと維持できる、地球環境に配慮した住宅を作らなければならなくなったわけです。そしてこの制度改正というのは、住宅業界の中でいうと、例えるならガラケーからスマホに切り替わった時と同じくらいインパクトがでかいことなんです。だからハウスメーカー各社もそのために今いろいろと対策をしているという、そんな状況でもあるわけです。ただしここで問題になってくることが、担当の営業マンのアンテナの高さとリテラシーの高さ、これによって皆さんが建てる建物の性能が大きく変わってしまうということです。なぜなら、ハウスメーカー本体が用意するのは選択肢であって、その選択肢をチョイスするのは最終的に担当の営業マンだからです。もう少し具体的に説明をすると、ハウスメーカー側は選択肢を用意してもこれが正解というのは決めません。正解を決めてしまうと、それ以外が全てダメとなってしまい、リーチする客層の幅を縮めてしまうからですね。だからこそ担当の営業マンがコーディネートできるように幅を持たせているんですが、先ほどもお伝えしたように、今の住宅業界は過渡期なんです。誰が担当になるのか、自分の担当の営業マンのアンテナの高さとリテラシーの高さで提案されるものが大きく変わってきてしまうわけです。誰もがそうだと思いますが、せっかく新築を建てたのに、後々になって性能の低い仕様だと気がついたらショックですよね。なんて教えてくれなかったのってなるじゃないですか。なので今回は2023年版三井ホーム徹底解説&攻略法ということで、三井ホームの解説パートと攻略パート、2つに分けてお話をしていきます。この動画を最後まで見ていただくことで、三井ホームがどういうハウスメーカーで何に気をつけなければならないのかが分かるようになります。これからハウスメーカーで注文住宅の建築を検討される方は、ぜひとも最後までご視聴ください。また今現在公式 LINE に登録をしていただくことで、全国の優秀な住宅営業マンや設計士のご紹介、注文住宅攻略マニュアルのプレゼント、公式 LINE でしか見れない限定動画の視聴、これらの特典を受けることができます。また私が作った自ら担当者を選べるネット版住宅展示場めぐりえに登録をしていただくと、無料で私との個別面談ができるようにもなります。各ハウスメーカーの弱点や比較ポイントを知りたい、注文住宅を買いたいけれど何から始めればいいのかわからない、最短で自分に合ったハウスメーカーを知りたい、これらに該当する方は、この機会にぜひとも公式 LINE とめぐりえの登録済ませておいてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではやっていきましょう。今回の話の流れは、三井ホームの解説パートとして、会社概要と特徴、商品説明、これらをお話ししていきます。そしてその次に攻略パートとして、三井ホームで私がおすすめする仕様、三井ホームの注意事項、これらについてお話をしていきますので、よろしくお願いいたします。それでは最初に三井ホームの会社概要と特徴についてです。三井ホームは憧れを形にというブランドスローガンを掲げている大手ハウスメーカーで、三井不動産の完全子会社となるグループ企業です。2021年の着工棟数は3724棟で、業界では第10位となっています。そんな三井ホームなんですが、特徴は何と言っても洋風デザインが得意だということです。じゃあ洋風デザインって、そもそも何なのっていう話だと思いますので、この部分を掘り下げてお話をしていこうと思います。そもそも建物のデザインはざっくり2つに分けることができます。足し算の建築と引き算の建築、この2つなんですよね。それぞれ説明をしていきます。まず足し算の建築についてなんですが、これは主に洋風デザインの住宅のことを指します。具体的な特徴として、モールディングと呼ばれる幅木や天井の壁の継ぎ目に使う回り縁などを使い、建築物や家具などに凹凸をつけ、立体感のあるデザインを作る。日照時間の短い冬でも部屋に光をうまく取り入れられるように、光を反射しやすい白を基調として家作りをする。吹き抜けを作って開放感のある空間を作る、といったこれらの特徴が存在するんですよね。分かりやすくお伝えをするんだったら、イメージ的にはヨーロッパのゴシック建築が近いかなと思います。一方で引き算の建築に関してなんですが、こちらは主に日本風のデザインの住宅のことを指します。こちらも具体的な特徴をお伝えすると、モールディングと呼ばれる幅木などの装飾の類は極力排除する。暗がりの中の美しさを大事にする。家と庭が一体になるように横に大きな開口を設け、外の景色を室内に取り入れつつ明るさを確保する、といった特徴が存在します。こちらは昔ながらの日本家屋や円光寺、天寿庵といった神社仏閣がイメージ的には近いかなと思います。そんな感じで、足し算の建築と引き算の建築、建物のデザインはざっくり2つに分けることができるわけです。
そして三井ホームはどちらを得意にしているのかというと、それは足し算の建築である洋風デザイン、こちらを得意としていて、これが他のハウスメーカーにはない強みになっているんですよね。一応補足をしておきますが、別に三井ホームは洋風デザインしかやっていないわけではありません。実際にイズムというモダンデザインの商品も出していますからね。だからここで皆さんにお伝えしたいことは、あくまで強みは洋風デザインだということです。ではなぜ三井ホームが洋風の家作りを得意としているのかというと、吹き抜けを作っても強固である構造躯体と、吹き抜けを作っても快適に暮らせる設備、この2つが洋風デザインを可能にしていて、三井ホームが得意としている洋風の家作りのベースを作っているからなんですよね。ではここからもう少し詳しく説明をするために、三井ホームがどのように作られているのか、三井ホームの商品説明として構造と設備それぞれの解説をしていきます。まずは構造躯体です。三井ホームはプレミアムモノコック工法という作り方で家作りをしています。これは一般的に使われている枠組み壁工法、通称 2x4 工法を三井ホーム独自に改良した工法となります。では具体的に 2x4 工法のどこを改良したのかというと、屋根、壁、床、基礎、この4つです。要は全部っていうことなんですが、それぞれ見ていきます。まず屋根はダブルシールドパネルと呼ばれるものに変更。これは 2.4 トンの荷重に耐えられる屋根であると同時に、芯材に発泡成形ポリスレン、通称 EPS を使用しているため、日射熱を効果的に遮断してくれるんです。続いて壁。そもそも 2x4 はその名の通り、2インチ ×4 インチの木材を使って作る家なんですが、これを2インチ ×6 インチの 2x6 に変更。そうすることで構造躯体内部に入れられる断熱材の厚さを、通常 90mm のところを 140mm に強化しています。さらにブロック&シームレスウォールと呼ばれる三井ホームが独自に開発した外壁を使うことで、目地のないシームレスな外観にしつつ、耐火性、遮音性、防水性、耐衝撃性の機能を持たせています。続いて床。三角形のトラス構造になっているので強度が高く、さらにトラスの間に電気配線、空調ダクトを通せるので、全館空調との相性も良くなります。これがどういうことかというと、全館空調ってダクトを通す関係上、天井を下げないといけなかったりするんです。でも三井ホームの場合はダクトを通しやすい構造になっているため、極力天井を下げずにダクトを通すことができるんです。ちょっと話がそれるんですが、今私が極力天井を下げずにダクトを通すことができると言ったのは、プランによっては天井を下げる必要が出てくるからです。つまりいくら構造躯体と全館空調の相性がいいからといって 100% 天井が下がらないのかと言われればそうではないということです。なので全館空調を絶対入れると決めている人は、初めから担当者に要望をしっかりと伝えておくと、綺麗にダクトが収まると思います。反対に途中から全館空調を入れたいとなると、天井面がボコボコになる可能性がありますので、この点はご注意ください。それで話を戻しまして、最後に基礎。三井ホームの基礎はマットスラブと呼ばれているベタ基礎になります。この基礎は普通の基礎に比べて鉄筋の量が約 2.67 倍使われているのが特徴で、1平方センチあたり約 240kg もの荷重に耐えられる強度があるそうです。これら屋根、壁、床、基礎にオリジナルの要素を加え、2x4 を強化したのが三井ホームのプレミアムモノコック工法になります。また三井ホームは社内で構造計算を一定一定行っており、さらに大空間が必要な特殊な間取りに関しては、個別で構造計算事務所に許容応力度計算を依頼して設計をしています。そういった徹底した配慮があって、三井ホームでは大きな吹き抜けを作ることができたり、東日本大震災、2699ガル、岩手宮城内陸地震、4022ガル、これらを大きく上回る5115ガルの地震まで耐えることができたと実験でも証明されています。ちなみに耐震性をより向上させる G-WALL や制振システム BACS というオプションも存在するんですが、構造計算で強い針を入れる方が手っ取り早いため、今はあまり使われていないようです。とにかくそういったオプションを使わずとも、十分に地震に強く強固な家を作れるのが三井ホームの構造躯体の特徴になります。そしてもう一つ、全館空調について。全館空調とはざっくり説明をすると、エアコン1台で家全体の温度調節をする設備のことを言います。それで三井ホームの全館空調は主に3種類あって、全館空調の設置場所が床置きのみの東芝製の加湿器付き全館空調スマートブリーズプラス、全館空調の設置場所を床置きか小屋裏どちらかを選べるデンソーエース製の加湿器付き全館空調スマートブリーズエース、40坪以下の家のみで導入可能で、コスパはいいけれど加湿機能がないスマートブリーズ1、これら3つが存在するんです。もう少し具体的に説明をすると、スマートブリーズプラスとスマートブリーズエースは専用の機械を入れることになるので、設置スペースが必要になります。設置スペースはプラスが床置きのみで、エースは床置きか小屋裏どちらかを選べます。またエースには部屋別温度調節機能、プラスには部屋別風量調節機能がついています。
ただしエースもプラスも入居3年目以降に毎年2万5000円のメンテナンス費用がかかるということや、故障時に最悪100万円前後の費用がかかってしまうというデメリットが存在します。一方でスマートブリーズ1は家庭用のエアコンで家中を快適な温度にできるため、メンテナンスの年間契約が不要です。さらに壊れてもエアコン1台分の値段で交換ができるためお得なんですよね。しかしスマートブリーズ1は家庭用エアコンを使っているため加湿ができません。さらに各部屋の温度調節ができないというデメリットが存在します。ただ個人的にはスマートブリーズ1が一番おすすめですけどね。全館空調だけでここまで種類のあるメーカーも珍しいんですが、それは先ほども説明した通りで、構造躯体と全館空調の相性が非常にいいためだからです。だから例えば吹き抜けを作ったとしても全館空調によって家中の温度が均一にできるので問題ないんですよ。まあ、確かにこれなら吹き抜けを作ってもいいかってなりますよね。ただしここで気になってくるのが月々の電気代かと思います。やはりいくら家中の温度が均一になって快適だからといってエアコンをずっとつけっぱなしって気が引けますよね。一体いくら電気代がかかるんだろうって思うじゃないですか。私もそれはすっごく気になっていたんですが、実は三井ホームでは未来発電 G なるものをやっているんです。未来発電 G とは東京ガスが販売するエネファームを導入すると太陽光パネルが無料でついてくるというものです。これによりエネファームと太陽光のダブル発電で電力会社から電気を買う量を減らせるだけではなく、災害時などの非常時にも電気を活用することができるんです。もう少し詳しく説明をすると、発電した電力はまずは自家消費されます。そして余った電力は電力会社に売られて売電収入となるんですが、その売電収入は自分の手元に来るのではなく10年間東京ガスの収入になるというものです。要は簡単にまとめると、太陽光パネルが無償で手に入る代わり、売電単価の高い10年間は売電収入を得られないということなんですね。ただしこれがあることによって太陽光発電にかける初期投資を減らしつつ、さらに全館空調でかかる日々のランニングコストを抑えることができるんです。この制度が損か得かは営業マンに聞いてシミュレーションを出してもらえればと思うんですが、一応ここでは全館空調の設置で想定できる一つのリスクを回避できる方法があるということだけ覚えておいてもらえればと思います。ということで、洋風デザインに欠かせない衣装についてなんですが、三井ホーム独自のプレミアムモノコック工法、全館空調、これらが三井ホームの洋風建築を可能としているというお話でした。そして今までお話ししてきた構造躯体やデザインをベースに、三井ホームでは大きく分けて4つの商品展開を行っています。完全自由設計のエクセレントフリー、価格は抑えられるんですが間取りや選べる仕様が少し限られるフリー、フリーよりもさらに金額を抑えることができるんですが、より選択肢が狭くなるセレクトフリー、決まったプランかつ屋根断熱、長期保証などがオプションの FC、 この4つになります。なので例えば三井ホームのデザイン性能はいいけれど金額が気になるという方や、コスパよくマイホームを作りたいという方はセレクトフリーや FC を選べば価格を抑えることができるんです。もちろんお金よりも家のクオリティに重点を置くという方はエクセレントフリーでガッつり作り込むこともできますので、お金と覚悟を持って三井ホームとの商談に挑んでいただければと思います。ということで、一応ここまでが三井ホームの商品特徴でした。一旦まとめると、三井ホームは洋風のデザインが得意である。洋風デザインによく取り入れられる吹き抜けのデメリットは 2x6 のプレミアムモノコック工法と全館空調、これらを取り入れることでなくしている。一定一点構造計算をしている。全館空調の電気代は未来発電 G で軽減可能。建物本体もエクセレントフリー、フリー、セレクトフリー、FC から選べるため価格調整が可能。以上が今までの話を簡単にまとめた内容になります。それでは次に攻略パートとして、三井ホームで私がおすすめする仕様についてお話をしていきます。三井ホームで私がおすすめする仕様は大きく分けて3つになります。1つ目が外壁のトラバーチン仕上げ、2つ目がキッチンハウスとのコラボ商品であるグランキッチン、3つ目が未来発電 G、 以上の3つになります。それぞれ簡単に説明をしていきます。まずは1つ目、外壁のトラバーチン仕上げについて。実は三井ホームの標準の外壁は SB フィニッシュという吹き付け外壁なんですが、プラス10万円くらいすることでトラバーチン仕上げというオプションを付与することができます。あくまで仕上げの方法が変わるというだけであって、外壁の性能が上がるわけではないんですが、 SB フィニッシュは表面がゴツゴツしているのに対してトラバーチン仕上げは表面がサラッとしています。それもあってか SB フィニッシュよりもトラバーチン仕上げの方が汚れがつきにくくなりますし、何より品が出るんです。だから実は私の家の外壁も吹き付けなんですが、そんな理由もあってトラバーチン仕上げにしていたりします。三井ホームは吹き付けが標準になっていますから、せっかくなら SB フィニッシュではなくトラバーチン仕上げにすることをお勧めします。続いて2つ目がキッチンハウスとのコラボ商品であるグランキッチン。グランキッチンは三井ホームとキッチンハウスのコラボ商品で、標準仕様のキッチンからの変更で
差額90万円くらいで入れることが可能になります。グランキッチン本体自体の価格は仕様にもよるんですが、165万円から250万円くらいです。通常キッチンハウスのキッチンは350万くらいは平気でしますから、それを考えるとかなりお得な商品だということはなんとなくわかりますよね。ただしグランキッチンは価格を抑えるためにキッチンのカスタマイズの幅が抑えられています。なので人によってはグランキッチンをやめてハイグレードモデルのオートクチュールにするという人もいます。まあ、このあたりはお財布と要相談ではありますが、後悔のないように選んでいただければと思います。そして最後に3つ目、未来発電 G について。これは先ほどもお伝えした通りで、太陽光パネルが無償で手に入る代わりに売電単価の高い10年間は売電収入を得られないという制度のことです。まあ、正直これだけ聞くと微妙に思う人もいると思うんですが、昨今の電気料金の高騰を考えると太陽光はつけなければかなり大きな損になります。また東京限定の話にはなりますが、ゼロエミの関係で太陽光分の補助金が結構もらえるんですよね。なので補助金をもらうという意味でも、せっかく三井ホームで建てるんだったら未来発電 G は検討してもいい制度なのかなということでおすすめをさせてもらいました。ということで三井ホームで私がおすすめする仕様は大きく分けて3つ。1つ目が外壁のトラバーチン仕上げ、2つ目がキッチンハウスとのコラボ商品であるグランキッチン、3つ目が未来発電 G、 以上の3つでした。そして最後に三井ホームの注意事項について説明をしていきます。三井ホームの注意事項は大きく分けて3つあります。1つ目が天井面に凹凸ができやすい、2つ目がモールディング、3つ目が断熱性能が劣ってきてしまっている、以上になりますので、こちらもそれぞれ説明をしていきます。まずは天井面に凹凸ができやすいということについてなんですが、百聞は一見にしがずということでこちらをご覧ください。まあ、天井面がボコボコしていますよね。これは通売系の住宅で家を建てるとどうしても出てきてしまうものなんです。なので例えば一条工務店も三井ホームと同じく通売系のハウスメーカーなんですが、同様に天井面に下がり壁が出てきてしまっています。まあ、ただしその反面、構造躯体が強固な作りにはなっているので、そこはデザインと機能のトレードオフといった感じですかね。一応天井面をきれいにする工夫として、天井を下げて下がり壁を隠すとか、あとは間接照明をつけてあえて下がり壁を作ったんですよ感を出すとか、まあ、そういった方法もあるにはあります。ただしこれに関しては通売系のハウスメーカーで打ち合わせをしていて、契約後に知ったということが多い部分でもあります。なので天井面の衣装に関しては十分注意していただければと思います。続いて2つ目がモールディング。三井ホームの場合、クロスを抑えるという目的もあって、天井が2m60cm を超えると周り縁が強制的に入ってきてしまいます。これが結構目立つんですよね。ただしこの周り縁って、先ほども説明した通りで、いわゆるモールディングというやつなんです。要は洋風デザインの建築を作るためには必要な要素でもあるんですよ。なので三井ホームのモールディングは洋風デザインが何たるかを理解していればデメリットにならないし、反対に洋風建築を理解していなかったらデメリットになるわけです。これに関しては一長一短あるんですが、洋風デザインの家を作りたい人はモールディングを思いっきり目立たせてみるといいかもしれません。そして最後に3つ目、断熱性能が劣ってきてしまっているということについて。冒頭でもお話しした通り、2022年10月に断熱等級の改正がありました。それにより各社建物の断熱仕様が大きく変わってきてるんですよね。これに関しては私が出しているその他のハウスメーカーの解説動画を見ていただければ、どこのハウスメーカーがどんな対策をしているのかがわかると思うんですが、その中で三井ホームは今のところ特に仕様の変更がないんですよ。とりあえず今の仕様を具体的にお伝えをすると、通常の天井の場合ロックウール140mm、勾配天井の場合押し出しポリステンフォーム3種 120mm、 壁ロックウール 140mm、 床 MG ファイバー 89mm といった感じです。しかも三井ホームってここから断熱材を強化することってできないんですよ。だから三井ホームで家を建てる場合、この断熱仕様で行くしかないんですよね。ただ先ほどもお伝えした通りで、他のハウスメーカーがどんどん断熱材を厚くしてきていますから、三井ホームも仕様の変更が行われない限りちょっと厳しい戦いになりそうだなというのが正直な感想です。ただし三井ホームは他のハウスメーカーと違って気密施工オプションがしっかりと存在します。気密施工と測定合わせて20万円から30万円くらいのオプションにはなりますが、三井ホームで検討される方は気密施工オプションはぜひともつけてみてください。ということで三井ホームの注意事項は大きく分けて3つ。1つ目が天井面に凹凸ができやすい、2つ目がモールディング、3つ目が断熱性能が劣ってきてしまっている、以上の3つになりますので、ぜひとも参考にしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は2023年三井ホーム徹底解説&攻略法というテーマでお話をしてきました。その他のハウスメーカーの解説攻略法動画も出していますので、いろいろと見比べてみて自分たちにマッチしそうなハウスメーカーをぜひとも見つけてもらえればと思います。それではまた次回も会いましょう。バイバイ。